鴨鶴酒造株式会社は、広島県東広島市最上本町に本社を置く、日本酒メーカーである。もともと醸造業を営んでいたが、後に酒造業に転じた。1873年9月9日、木村和平が、酒名を、鴨鶴と命名。カモ名であると同時に酒を作るという意味の、鴨酢が掛けられ、これをめでたい鳥である、鶴と組み合わせた。 ラベルに描かれている庭の鶴と富士山は鶴は信頼を表し富士山は品質が日本一であることを表している。1892年和平の息子静彦が初代社長就任組織の整備を進めるとともに新聞広告や海外輸出を開始。1918年8月28日資本金150万円にて株式会社に 組織変更し、貨物る酒造株式会社設立。1951年、東京支社開設。1958年、金箔入りの大人情、特製ゴールド貨物るを発売。これにより、同社は全国的な知名度を得る。同時に、西条が、伏見や灘と並ぶ、名城地として知られるようになった。また、同社の製品は、月屋、橋次郎、 寿司水谷、寿司松並など、与えしの系の寿司店で提供されている。品質第一を、シャゼの下、商品すべてを自家精米、自家醸造している。本社の二号像と八号像は、銀城酒以上の特定名称酒が作られる、伝統的な酒造像で、仕込みの際に米を蒸す古式は、木製で、八号像の古式は、日本一の大きさである。 古式は6から7年ごとに新しく吉野杉で作る。1963年に、阿公義氏、聖光前、石川拓木など、歴史上の人物名を、種類を、指定商品として、商標登録しており、商標法において話題になることがある。鴨鶴ルオアシス1967年、広島市中区で包丁に造成された、池を排した人工の緑地帯。以前は、 おアシス内で田植えなども行われていた。2011年に芝生の人工芝化と電光式広告装置が設置された。ありがとうございます。